もしかしてヒョン、逮捕されちゃったの？やだー。ちょっと落ち着いてヒョンちゃん、ここは牢屋じゃないのよ。え？違うの？そうよね、ヒョンはじめからそう思ってたんだから。犯人出し方が尋常じゃなかったわよ。それじゃあ霊夢、ここは何なの？ここはね、迷路なのよ。迷路？そうそう、ここは 9×9 マスの小さな迷路。シオンちゃんには今回この迷路に挑戦してもらうわ。 9×9？ なんだそんなの簡単すぎるじゃない。ふふふ、甘いわねシオンちゃん。この迷路はたくさんのレベルがあるんだから。え、そうなの？何レベルまであるの？もちろん 9×9 だから25レベル。81じゃないのかよ。シオンが迷路を攻略できると思う人は高評価お願いします。チャンネル登録と通知オンもよろしくなんだぞ。迷路だなんて楽しそうじゃないか。いいないいな、僕もやってみたいんだぞ。そうなの？それじゃあ代わってあげようか。遠慮しておくんだぞ。本当はやりたくなかったのね。よし、それじゃあやっていくぞ。あれ？でも奥に進めないよ。これどうしたらいいの？本当ですね。鉄のドアはありますが、開けるためのボタンやレバーなんかが見当たりませんね。シオンちゃん、どこかに隠されてるんじゃないの？部屋をよく見てみたら？あ、ここ怪しい。やった？これシルカーボックスだったんですけど、レバーが一つと、なんだこりゃ、なんか文字の書かれた紙がたくさん入ってるんですけど。なんか指示のようなものが書かれてるみたいだな。これもしかしたらヒント的な感じなんじゃないのか？ふん、そうなんだ。でもシオンにヒントなんか必要ないんだから。あ、開いた。本当に小さな部屋だな。これが迷路？迷路ってもっと壁で道が作られてるイメージだったんですけど。ふふ、この迷路は目に見える壁じゃないのよ。間違ったところを通ると失敗になる迷路なのよね。なるほど、そういうことか。今のは道を通るのが正解だったみたいね。これめちゃくちゃ楽勝じゃない？この調子ならすぐに攻略できちゃいそうなんですけど。今度はポピーとタンポポが敷き詰められてて。あ、見えた。これタンポポだわ。タンポポが道みたいになってる。タンポポのところだけを通っていったら正解なはず。そうやね。すごいじゃないシオンちゃん。ここまで何も迷わずに突破できてるじゃない。当たり前なんですね。これがシオンの実力なんだから。ここも上に穴がないところが正解でしょ。ほらこんな感じで道になってるもん。霊夢、このマップでいいの？シオン一瞬で攻略しちゃうわよ。それだか魔人なのに大丈夫？大丈夫大丈夫。最初だから簡単なのは当然よ。そろそろ難しくなってくるんだから。ふっふっふ、シオンには通用しないんですね。あれ？これなんなの？うわ、進めない。どうなってるの？床の模様がちょっと違うよな。それがなんかヒントなんじゃないか？ほんとだ。あのブロックの上は大丈夫だったな。他のも同じなのかな？右の方にも同じブロックがあるな。そっちに乗ってみたらどうなんだ？ダメでした。むむむむ。全然わからないんですけど、これ何がどうなってるの？とにかく失敗を恐れずいろいろ試してみるのが良さそうよね。実はまっすぐ進むが正解だったりして。うわ、だいぶいけた。これもしかしてブロックの見た目は関係ないの？もう一回行ってみよう。あ、ダメだ。もうちょっとなんだけどな。シオンちゃん、今そこの模様の違うところまで行けませんでしたか？ほんとだ。これのことよね。ここまでは行けますっと。他に模様の違うブロックは、そっちか。ジャンプ。うわ、ダメだ。ジャンプで飛び越えられない。あ、もしかして、シオンちゃん、その模様の違うブロック同士が繋がってるんじゃない？繋がってる？こっちっていうこと？うわ、マジだ。こっちには進めたわ。うは、クソ、ダメだったか。でも分かってきたわよ。やっぱり、ゆうこの言った通り、模様の違うブロックを繋げて道ができてるみたい。次はこっちに行って、その隣も模様の違うブロックですっと。最後は多分ここをまっすぐ行けば。やった？ほら見て見て、なんとか攻略できたんですね。やったわね、シオンちゃん。面白いでしょ？こうやって謎を解きながら攻略する迷路。これは結構楽しいかもしれない。今度は何なのかな？お花がいっぱい植えてあって、上からは水がポタポタ落ちてきてるのよね。わからないんですけど、間を通っていけばいいの？違いました。わからないんですけど、花の種類とかが関係あるのかな？でもさっきのポピーとタンポポの部屋みたいに、特定の花だけで道はできてませんよね。なんか秘密があるとは思うんですが。困ったらとりあえず直進だ。お、今このタンポポの上は乗れたわよね。タンポポ、あ、シオンちゃん、天井のブロック黄色のサンゴだったよな。サンゴの色は黄色、タンポポも黄色。つまりこれはタンポポが正解なんだぜ。タンポポの上だけを踏んでいけば攻略できるんじゃないか？タンポポだけ？ジャンプで飛び移っていけばいいっていうこと？次のタンポポは、あ、こっちだ。じゃあジャンプで行ってみるわね。うわ、マジだ。タンポポからタンポポに飛び移れたんですけど。な、言った通りだろ。やっぱり黄色は最高なんだぜ。うわ、でも結構タイミング不利やだな。これ結構慎重に行かないといけないかも。よし、行けた。なんとか突破することができたわ。やったじゃないかシオン。でも今のレベルで結構苦しんだよな。めちゃくちゃ苦しみました。次はレールか。レールの上を走っていく感じじゃないのかな。石の上も違うし、このレバー操作できるの？あ、ルートが変わった。このレールの切り替えも攻略に関係してるのかしら？こうやって見ると何個もレバーが設置してあるもんね。でも進めないんじゃどうしようもないんだよな。なんか見落としてることはないかな。あ、もしかして端っこが正解だったり、しませんよね。え？うわ、なんだこりゃ。なんか隠れてるんですけど、トロッコ入ってました。うわ、9×9 の外側にも秘密があったりするのかよ。これは周りもしっかりと確認しないといけないんだぞ。思ったより大変です。でもこれでここは突破できそうよ。レバーをうまく操作しながら出口まで繋げたらいいのよね。なんかやばそうな部屋に来ました。うわ、これ何？樹皮を剥いだ原木が敷き詰められてるんですけど。金ブロックとかは隠れてるけど、金ブロックが隠れてても
も何もできないしな。お、なんだこりゃ、適当に踏んだところが大丈夫だったんですけど。うわ、結構進めた。なんで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 、なんで進めたか全くわからないんですけど、今の場所しか進めるところないのかな。うわ、ダメだ、他の場所だと弾かれちゃうわ。これはなんか法則があるみたいですね。まずはなぜ進めたかを見極める必要がありますね。それはそうなんだけど、お、天井にも同じように敷き詰められてるな。あれ、でも天井は全部規則正しく置かれてるわね。原木の模様の縦と横を交互に置いてある感じだな。もしかしてこれ、上と模様が逆のところだけが進めるようになってるんじゃないか。それだ、マリサ天才すぎる。この最初のところ横向きが3つ並んでるもんね。これ本当は真ん中が縦なのが正解なんだわ。次は縦が3つ並んでるから、真ん中は本当は横ですっと。これは見つけちまったな。最初の正解ブロックが横だったから、そこから縦横縦横と逆の向きを狙っていったら、それがきっと正解なんだぞ。突破できました。あー、これは楽しい。でしょでしょ、謎を解いて攻略できた時の喜びが大きいのよね。これは次が楽しみになってきます。ここも何か隠されてるわけじゃなさそうだな。ここはレッドストーン回路の部屋みたいね。このレッドストーンダストの上を進んでいくのかしら。あ、ほんとだ、この上進めるんですけど。うわ、ダメだ、今のリピーター進めなかったわ。横からロックされちまってたからな。一応レッドストーン信号が伝わってる判定なんだろ。多分信号が来てないところが正解なんじゃないか。うん、そういうことか。それじゃあレバーも結構大事になってきそうだな。これ楽しい。攻略する気ある？このレバー届くかな。あ、届いた届いた。これでここのコンパレーターに信号が来なくなったから。よし、いけた。うわ、何ここ、これは、すごいでしょこれ。こんなレベルがあるなんて。ここは天国ですか？ここなら、ここなら何回失敗してもいい？マグマダイブだー。え？う、嘘でしょ、マグマに入れないんですけど。う、嘘だー、入れないマグマなんて。そんなのマグマじゃないんだから。やだー、なんかここなら入れました。ここは天国でした。あら、よかったじゃないシオンちゃん。まさかこんなところでマグマに入れるなんてね。最高なんですね。シオン、もうこの迷路先に進みません。早く行きなさい。しょうがないな。それじゃあ進んであげるわよ。攻略してから後でじっくりと入りに来ようっと。確かここにボタンが見えたのよね。これをポチッと押したら何か起きるの？え？マグマ消えた。断念して先に進んでちょうだい。進みました。マグマ、シオンのマグマ。あれ、でもここめちゃくちゃ簡単じゃない？ほんとだな。最後にちょっと道が途切れてたけど、ジャンプしたら越えられたし、何のひねりもないレベルだったんだぞ。これもなんかひび割れたネザーレンガで道ができてますね。あ、しまった。ちょっとはみ出ちゃった。でもこれも問題なさそうよね。このまま慎重に行けば突破できそう。次は日照センサーだな。この明るいところが正解なのかな？なんだこりゃ、一気に簡単になっちまったな。でも次はちょっとややこしそうか？なんか見た目はすごい派手だな。あれ？でもここも違いがくっきりしてるかも。こっちかな？この縁が明るくなってないのが正解みたい。なんだこりゃ、4レベル連続で簡単すぎたんですけど。あれ？でも次は床が全部同じ模様じゃない？あ、上か、上に正解の道が書いてあるわ。こんなの簡単すぎるじゃない。マグマチャージが完了したシオンには通用しないんですね。マグマチャージって何？よし、クロースのレベルも無事突破したわよ。次は何なのかな。ここも何も模様が違わないレベルだけど、天井にもヒントはなさそうだよな。これはちょっと難しいんじゃないか？うん、そうだな。ここもなんか秘密があるの？あ、ボタンがあるんですけど。うわ、なになになに？なんだこりゃ、地面が浮かび上がってるんですけど。どうやら下にピストンが仕込んであるみたいね。これがなんか攻略の鍵みたいね。持ち上がった床に乗るんでしょ、絶対。違いました。どういうこと？他になんか秘密があるの？あら、シオンちゃん、浮かび上がったブロックの側面、一部模様が違うブロックがあるわよ。ほんとだ、もしかしてあの違うブロックが正解？入り口はここか。あ、やっぱりそうだ。うわ、ちょっと横にずれるのが早かったか。でもカラクリは分かったよな。あとはよく確認しながら慎重に進めばなんとかなりそうだな。ここも無事突破です。なってねえよ。うわ、次は明るい部屋だな。いろんな色のトーチが置いてありますね。どれかの色が正解なんでしょうか？あ、とりあえずまっすぐ進んでみたらいけたんですけど、これは水色が正解みたいだな。ここはめちゃくちゃ簡単だったんだぞ。こんなレベルなら大歓迎です。次は何かな。あら、今度は見た目で判断できないな。天井も何も。お、うわ、シューカーボックスが隠れてた。コンパスが入ってます。なるほどね。そういえばこの床ロードストーンだわ。ここはコンパスの針を頼りに進めばいいみたいね。ここで針が横に向いて、次は前に向いて。よし、突破。これはちょっと楽しかったかも。コンパスで突破する迷路なんて楽しすぎるわね。ほんとこの迷路いろんな仕掛けがあるわね。難しいけど楽しいです。今度は何なのかな。ナッコ供養石のフロアですね。天井のナッコ供養石から涙が垂れてきてますが、シオン、これもしかして正解の道にだけ落ちてきてるんじゃないか。やっぱりそう思う？シオンもなんかそんな気がしてたのよね。うん、でも床見てたらわかりにくいな。真上を見ながら進んでいった方が確実かな。
よし、行けた行けた。上を見ながら進むのかなりめんどくさかったわ。あ、でも次は簡単な予感。これは大丈夫そうね。きっと緑のところを進めばいいのよね。やっぱりそうだ。でも目の高さにもあってかなり前が見えにくいから、ここは慎重に行かないとな。でも焦らなかったら間違うことはなさそうだな。ここは簡単なレベルだったんだぜ。はい、無事突破しました。と、うわ、次は何なの。木の消えた焚き火がたくさん置いてあるんですけど、これも絶対になんか隠れてるでしょ。あったあった、木打ち石と落ち金があったんですね。なるほどね。これで火をつけて道を作るのか。この感じだと普通の赤い炎が正解みたいね。これはめちゃくちゃ楽しいです。前になんかの企画で無限トントントンやったけど、それに匹敵するぐらい楽しいんですけど。無限チャッチャッチャ、なんだよ無限チャッチャッチャって。うわ、またマグマがある。ストライダーちゃんがいるな。あの子に乗せてもらって進んでいくの。そうに違いないんだぞ。頭にクラが乗ってるか。うわ、いけない。確かにクラは乗ってるように見えたけど、その前に乗れないんですけど。これはなんかあるな。そういえばストライダーを操縦するにはキノコ付きの棒が必要なんだぜ。あ、そっか。それがどこかに隠れてるのかな。どこだどこだ。ありました。絶対にこの中でしょ。やった。これできっとストライダーちゃんがこっちに来てくれるのよね。突破できちゃいました。ありがとうストライダーちゃん。あ、寒いの。ごめんね、マグマに入りたいわよね。あ、ダメだ、ついてきちゃう。どうしよう、マグマに戻してあげたいけど。シオンちゃんがキノコ付きの棒を持ってるからじゃないですか。あ、そうか。はい、これであなたは自由よ。マグマに戻っていいんだからね。やっぱりマグマは最高なのよね。シオンちゃんの伝説ストライダー説。ストライダーです。なんか一気にダサくなったな。次は何なのかな。あ、飛び移れたんですけど。あれ、なんか隠れてた。あら、コーラスフルーツじゃない。いいないいな。コーラスフルーツ食べたい。こういうマップじゃないんだよな。よし、行けた行けた。やっぱりワープで進むのが正解だったのね。次は何なのかな。いろんな木材の感圧板が敷いてあるわね。これどうしたらいいんだろ。これだけじゃよくわからないな。あ、アカシアの感圧板踏めた。もしかしたらアカシアだけで進むのかな。うわ、ダメだ。飛び移ろうとしたら弾かれたんですけど。今のは飛び移る前にジャングルの感圧板が作動しちまったからダメだったんじゃないか。そうなのかな。普通にジャンプすればいける。いけました。最後はここに飛び移って。よし、行けた行けた。なんとかなったわ。お、次もかなりカラフルな部屋なんだぞ。なんか虹みたいだな。ほんとね、綺麗な部屋じゃない。カラフルな部屋見てると楽しくなってくるわね。でもこれさっぱりわからないんですけど、どうしたらいいのかな。でも今黄色踏めたわよね。何かのヒントにならないかしら。全然わかりません。天井にはまっすぐに色が配置されてるよな。天井と同じ色のブロックしか踏めないんじゃないか。あ、なるほど、確かにそうかもしれないな。それじゃあ天井が赤で床が赤、次は天井がオレンジで床がオレンジ。うわ、ダメだ、いけないんですけど。当たり判定がシビアな可能性もありますけど、もしかしたら根本的に何か間違ってるのかもしれませんね。どうしたらいいんだ。あ、わかった。これ天井はやっぱり虹で、この虹の色の順番に踏んでいったらいいんじゃない。紫、青、水色、黄緑って並んでるから、正解だったらここは4個目までいけるわよね。あら、黄緑で弾かれた。行き過ぎたんじゃない。シオンちゃん、しっかりと足元を見た方がいいわよ。ほんとだ、行き過ぎてたみたい。ちゃんと黄緑まで行けてたわ。次は黄色で、その次はオレンジ。赤まで行っても大丈夫そうね。その後は紫に戻るみたいね。これは見つけちゃったわね。やっぱりシオン天才でした。あとは慎重に色を見ながら進んでいくだけだわ。すごいじゃないかシオン。これで24レベル突破だな。全部で25レベルなんだよな。だったら次で最後なんだぞ。順調すぎるんですね。最後のレベルだってサクッと突破してやるんだから。うわ、なんだこれ、これどうなってるの。もしかして最後のレベルは今まで突破した全パターンが出てくるのか。そんなのしんどすぎるんですけど。あ、テストだ。うわ、これは間違いないです。お、これはすごいレベルになりそうなんだぞ。頑張れシオン。突破できるのはいつになるかな。ぬぬぬぬぬ、絶対に突破してやるんだから。こんなところで諦めるシオンちゃんじゃないんですね。これは何なの。アクティベートチェックポイントって書いてあるわね。それを入れたらチェックポイントが出てくるんじゃないかしら。あ、ほんとだ。なんか黄緑のパーティクルが出てる。オフにしたら消える。消えちゃうみたいだな。それは入れておいた方が良さそうだな。さすがにチェックポイントなしはきつすぎるんだぜ。よし、それじゃあチェックポイントを目指して頑張るぞ。まずは簡単な日照センサーからのスタートみたいね。その次は草の道のコースだし、最初は簡単なコースで構成されてるのかもね。うわ、でも次は泣く黒曜石だな。天井も高くてめんどくさすぎるんですけど。で、失敗した。これはめんどくさい。多分もう半分以上は来たと思うんだけど、ここで完全に行き詰まりました。これどうしたらいいのよ。このレッドストーンダストのエリアが越えられないんですけど。近くにチェックポイントがあってよかったですね。これがなかったらと思うとゾッとします。チェックポイントさん、ありがとう。でもやっぱりダメだな。どうしてもルートが繋がらないし、音符ブロックに乗っても弾かれちゃうし。どこかになんか秘密があるんだろうな。ジャンプして飛び移るのはダメなんだったか。さっきもやったんだけどね、確かダメだったはずなのよ。ほらね。あれ、そういえばこの壁ちょっとくぼんでるんですけど。うわ、乗れた。なんか壁に乗れたんですけど。あら、でも動けないな。これ先に進めないの。シオン
スニークしてもダメか。うわ、いけたかもしれない。これってもしかしていけちゃうんですね。うわ、こんなノズルじゃない。 9×9 の外側に道があるなんて。でもこれしかなかったもんね。これがきっと正解の道なのよ。このエリアは罠だ。いろいろ試したけど次はこのストライダーちゃんが正解みたいね。さあ行くわよストライダーちゃん。これどこに行くのが正解なの？今までジグザグに移動してきたから、多分隣の虹のコースが正解なんじゃない？そうなのかな。あ、トラップドア叩んじゃった。いや、ちょっと待ってストライダーちゃん、そっちじゃないんだって。あれ？これもしかして突破しちゃいました？それいいんですか？いくつかのコーススキップしちゃいましたけど。これは審議ね。なんかバグな気がするんだけど。だってストライダーちゃんが行っちゃったんだもん。とりあえずシオンちゃん、もう一回ストライダーに乗ってさっきのマグマに戻りましょう。オッケー、わかったわ。さあストライダーちゃん戻るわよ。シオンはちゃんとクリアしたいんだから。そうよ、そっちそっち。いい子ねストライダーちゃん。これ済みました。あ、あう、ストライダーちゃんが戻ってこなくなっちゃったんだぞ。こんな終わり方や。